1952年の全身座公演、屈原での四代目、河原崎長十郎と、今村泉四代目、河原崎長十郎は、東京の歌舞伎役者。本名、河原崎虎之助。屋号は、山崎屋。縄文は、角違いに二つ、と家門は、河原崎座やぐら門。劇団全身座の創設メンバーの一人で、後に、幹事長となる。長十郎とは、 万来、河原崎座の座元の後継ぎである若太夫の名跡で、九代目、市川團十郎も名乗ったことがある。演劇のデパートの異名を取る、全身座にあって、様々なジャンルの演劇作品に出演した。歌舞伎では、肝人帳の弁慶、鳴神の鳴神商人、玄禄中心蔵、三浜御殿の徳川綱と余興、めくみの喧嘩の四つ社大八などが当たり役であった。 スケールの大きい芸風で、名優の三代目、中村勘右衛門とは絶妙のコントラストを見せ、攻撃家の評価も高かった。伊藤衛門の長男で、長十郎とは、勘人長で350回以上共演した四代目、中村梅之助は、あんなに偉大な弁慶はいませんねえとその芸を忍んだ。その一方で、共産主義の熱心な信奉者でもあった。全身沢1949年。 日本共産党に集団入党したが、長十郎はさらに、スターリンや毛沢東、文化大革命を積極的に支持していたことでも知られている。この影響は全身座の舞台にも及び、歌舞伎に対して否定的な考えまで抱くようになった。1967年に毛沢東主義派として日本共産党を除名されて、以降は中国共産党の大衆工作に専念する。 他方、全身座との対立は深まり、ついには1968年、座を除名されるに至った。以後は、各松尺の儀曲、靴下にやいの上えや原作の、天平のイラカなど中国に関連する作品を、日中で上演し、両国の友好に努める。しかし、歌舞伎を演ずることはないまま、生涯を終えた。元禄中心蔵翻訳。ありがとうございます。